二酸化炭素の回収・貯留について。ケンブリッジ大学数理化学センターに来ています。ジェローム・ニューフィールド博士です。化石燃料を燃やすことで生まれる余計な二酸化炭素にどのように対処できるかを実験します。どうしたら地中貯留できるでしょうか。先生はその方法の実験をしているんですよね。ここでは何を。理解しようとしているのは次のようなことです。軽い二酸化炭素を地中に埋めたとき、水より軽いため上に上がってきます。通常は不浸透性のキャップロックの下に入れます。すると二酸化炭素はキャップロックの下で広がります。まるで寒い秋の日に台所のドアを開けると寒気が床に広がる感じです。ここでは便宜上ガラス玉でできた多孔質媒体を使い、これを2つの液体に入れます。1つは密度が濃くて重い液体、もう1つは軽い液体です。これを多孔質媒体の中に広げます。地表の下の多孔質岩でこれらがどう広がるかを見ていきます。二酸化炭素がどこへ行くのか、安定した状態で非常に長い間捕捉できるでしょうか。密度の濃い重い液体が右、軽い液体が左です。これからこのバリアを外します。少しの間二酸化炭素を注入すると、二酸化炭素は水よりも軽いため、その浮力で広がります。これが二酸化炭素です。ご覧の通り広がり始めます。その時周りの水と混じり始めるのですが、そこで知りたいのはどこまで広がるのかと、二酸化炭素を地中で安全に貯留できるどの程度完全なキャップロックがあることを確認する必要があるのかということです。リアルタイムで二酸化炭素の注入後、どれほど時間がかかりますか。数日、数ヶ月、数週間、数年。例えばここでは年に100万トンを10年間注入してきました。今のところ1キロ半広がっており、これが地表下で広がるスピードです。この研究室ではスピードを速めるためにガラス玉を使いましたが、物理は同じです。